左上には伊藤博文がおり、下には井上薫がいます。中央には井上勝氏がいます。右上には遠藤金助氏がおり、下には山尾洋蔵氏がいます。これらの政治家たちは日本の近代化や国際関係の発展に大きく貢献しました。特に伊藤博文は明治維新の立役者の一人であり、 日本の近代化を推進する中心的な役割を果たしました。井上薫や井上勝、遠藤金太須、山尾洋造もまた、日本の政治や外交において重要な役割を果たしました。